さあスケートボードとスノーボード、まあ共通でも多い競技かと思いますけれども、レイラ選手、スケートボードの印象をちょっと聞かせてください。私ちっちゃい時スケートボードしてたって言ったんですけど、うん、なんかその時にずっと転んでばっかりだったから痛いイメージが結構あります、うん、いや僕もそうだと思います。痛いイメージ。痛いです。痛いですよね。はい、痛いですけど、特に四十住選手が近くにいるとずっと笑顔なので痛くないのかなって、なんかこう変な錯覚に陥るんですよ。いや痛いですよ。うん、あざだらけ。笑ってるじゃないですか。楽しんで。岩渕選手はスケートボードを経験してたということでしたけども、その時はどうなんですか。パークでやってました、ストリートどちらでした。パークの方ですね。ランプだけずっとやってて、うん、ちょっとなんかキッカーみたいな飛んだりとか自分もちょっとやってたんですけど、うん、なんかスノーボードと違って板が離れるのが怖くて、うん、全然そっちできなくてずっとランプやってました。あ、逆にどうですか、四十住選手スノーボードの印象は。なんかお兄ちゃんが昔キッカー行ったらぬいぐるみみたいに飛んでいって、なんか骨折、どっか骨折して帰ってきたんですよね。うん、だからキッカーはもうスノーボードはぬいぐるみみたいに飛んでくる。でもやっぱいますね、スキー場によくそうやってあの飛んでっちゃう人とか。四十住選手はこうパークをこうメインでやられてますけども、はい、パークの難しさってどんなところですか。難しさね、なんかハーフパイプとかランプとかでできても、あの大会ってやっぱりその複雑な形になってたり、毎回アールの角度とか高さが違うから合わせるのが難しいです。ほー、やっぱそういうちょっとした角度で間だったりタイミングがずれたりするんですね。まあでもそんな中でパークの決勝で540これ2回決めましたよね。はい、これどうなんですか、やっぱり自分の中では自信があったからもう決勝で使っていこうっていう、そういうところでした。本当はあの3本目に失敗したランを1本目にやる予定だったんですけど、ちょっと調子悪かったので最後の3本目に5と5は3本目にやる予定だったんですよ、最後に。でもそれをなんか1本目の方が乗れるかなと思って1本目にやりました。いや、それはもうここはもう自分の勝負しよう、やるだけのことやってきたからっていう、そういう気持ちになれたってことですかね。そうですね、まあ、3本目の技は何回か見せてる技だったので、うん、5と5は見せてなかったから、なんかそっちの方が自分的に乗れるっていう気がしたんです、その時に。すごいな、乗れるって、それも板に乗れるだけじゃなくて気持ちも乗れるってことでしょ。はい。はあ、でもこの感覚は岩渕さんもちょっとこう共感できる部分あるんじゃないですか。うん、そうですね、やっぱ練習調子悪くてもその直前で自信がある時ってやっぱその大会はうまくいくし、うん、自信ない時は何やってもダメだし、やっぱモチベーションってめっちゃ大事だなって思います。これって何がきっかけっていうのを聞いても多分もう説明しにくいような難しいようなそんな感覚なのかな。どうやろ、直感だったりする、その説明で急になんかこっちの方が乗れるよみたいなが入ってきます頭に。だからやっぱ説明できてないですよね。はい、でもこう岩渕選手は北京オリンピックでこの2種目出場を今回も目指されるわけじゃないですか。この2種目っていうところもやっぱ難しさはありますか。
なんかビッグエアとスロープスタイルで、ビッグエアはジャンプ1個だけの種目なんですけど、ビッグエアはやっぱこうスロープスタイルでできるところをちょっと持っていくだけなのでまだ大丈夫な感じあるんですけど、スロープスタイルやっぱこうスケートボードのパークとかと一緒でこうルーティーンを組み立てていって、で1個でも転んだら全部台無しになっちゃうっていうのがやっぱこう難しいところかなって思います。その辺は四十住選手も感覚わかるでしょ、こう組み立てていくっていうところ。めっちゃ難しいし、なんか難易度高い技入れすぎて失敗するのも嫌やし、やっぱなんかスノーボードは何本あるかわからないけど、スケボーは3本か4本なので1本2本はもう絶対に乗れるものでいつも行ってます。なんか私結構そのルーティン組む大会の時に思うんですけど、一個一個成功していくたんびに次こけれないプレッシャーとかどんどんいくと思うんですけど、やっぱそういうのってありますか？なんか12個ぐらいスケートボードやったら技入れるんですけど、その中で大技が4つぐらい入れるから、その大技の時にはもう乗らなあかんっていうのはめっちゃありますね。やっぱり2人話してると共通のスケボーあるあるはスノボーあるある、スノボーあるあるはスケボーあるある、なんかやっぱり共通してる部分かなり多いですよね。多いですね。なんか逆に上げてみてよ、スケボーあるある、なんかありますか、スケボーあるある。スケボーあるある、なんかひねったりする技でカッコつけようと思いすぎてミスったりとかあります。ありますか？ね、なんかスタイル気にしすぎてもう抜きから失敗する。スノボあるあるは何かありますか？私結構着地するタイミングここだと思って着地しに行くといつもめっちゃ派手に転ぶ時あります。感覚合わない。着地しようとしたらこけるって。なんか着地しようと思って、なんか浮いてて、あもうすぐ着地だと思って合わせに行くじゃないですか。はい。に自分の感覚と実際の距離が違くて、ああ。振られる時はめっちゃありますね。それはないなぁ、スケボー。どうよ。あの、私がないだけかもしれないです。